飛び出せ日本ということでですね、仙台で今イベントを終えたところで、はい、この人はなんとニュージーランド在住の日本人でですね、なんか茨城県の山奥にいるルイエンジンみたいに見えるかもしれませんけど、これでも一応英語ペラペラ、もうタさん NG で13年ですね、そうですね、はい、もう長男ヤマトのもう父親代わりのようにですね、はい、あの本当シンプルでいいですよね、もうそうですね、そうですね、でさっきも話しててんけど、はい、うん、ね、ヤマトもやっぱりその小遣いがいるとか、うん、中でお金がかかるとかいうこともあるかなと思うんで、それこそもう2年以上前に、うん、はい、例えばタスさんにこうもういろいろ金もかかったりするのを一時こっちに請求されて振り込んだりするのめんどくせえから、もうタスさんに最初ね、はい、例えば100万預けて、うん、いる時渡してねみたいな、でも2年半ぐらい経ってくるけどまだ全然残ってるんですね、残ってますね、全然、そうですね、ちゃんとします、節約しながら、そうですね、長男頑張ってると、はい、で今度次男もおたすさんに預けて、うん、いよいよ、はい、長男とはまた別の非常に楽しい学校に、おたすさんも、はい、もともと日本にいる時も学校の先生してらっしゃって、うん、で向こうでもね日本語学校の先生とか、はい、そうですね、そういうのをしてくれてるんで、はい、学校系のことも詳しいし、うん、まあプライベートのことまでこういろいろ関わって世話してくれる人ですので、あのニュージーランドに留学っていう人はぜひお声をかけてもらったらですね、なんか変な業者通さずとも、もうこのなんか辰五郎っていう感じの辰五郎親分っていう感じなんですけど、はい、こう見ても僕より年はだいぶ若いよね。もう40です。40？ そうです。で僕は48なんで、はい、ずっと年上やと思ってね敬語で話してて、ある時そんなに年が若いって聞いて、今まで使ってた敬語を返してくれ、金で返してくれみたいな言ったことがある。こういう人がニュージーランドにいてくれるんで、非常に安心して子供を飛び出させられるという、そういうタスのぜひとも今回ご紹介したくてですね、このタスさんへのつなぎは黒船カンパニーに言ってもらえれば、はい、どこでも連絡を取りますので、ぜひ、お待ちしています。お声掛けください。たまに、まあ、家族旅行でニュージーなんかにいっぺん、なん、うん、どんなもんだろうぐらいの感じでもいいじゃないですかね、うん、そうですね、みんなね、あの保護者の方とゴルフしたりとか、そうそうそう、ね、全然上手しかないけど150ぐらいやめた方がいいんじゃないかっていうぐらい走ってばっかりいる。そうですね、ないですまあ、そんなタツさんをぜひ一回、ね、はい、今ちょうどこっち帰ってきて見えて、次男のヒューガーを連れてね、7月28日に、はい、あの連れて帰ってくれるっていうことなんで、そうですね、たまたま日本でこの会えるのもあれなんで、はい、一応なんかちょっと興味持ってる人いたら、はい、知ってほしくてご紹介させてもらいました。はい、辰五郎親分でした。イエーイ、ありがとうございます